トーストしたパンにたっぷり塗って。ではいただきます。優しい甘みなんですけど、すごくしっかりとした深みのある甘み、パンに合う。このキャロメルバター、実は海陽町の人参でできているんです。パンを美味しくする調味料の選手権で全国50点の中からベストスイート賞に選ばれたキャロメルバターです。きっかけは学生のアイデアからでした。3年前にこの商品を開発したのが、四国大学短期大学部で食物栄養学を専攻していた後藤飛鳥さんです。現在は栄養士として働いています。立派な人参が規格外というか、大きすぎたり小さすぎたりしても廃棄されるということを知って、その廃棄される人参を使って商品開発ができればいいな。キャロメルバターに使われるのは、海陽町で有機肥料を使って栽培された国蜜キャロットという人参です。市場で流通しているものと比べ、およそ 1.8 倍の糖度があるそうです。栽培農家の山上克弘さんは、以前から人参の加工品を作っていて、3年前から四国大学と共同で商品化を行っています。やっぱり安値で盛りたくないですよね、あげたりっていうのも。本当だったら作ってるものだから買ってほしいっていう思いで作ってるんだから、多少でも廃棄の方になるっていう人参がかわいそうって、妻が言う言葉はかわいそうな人参を作りたくないっていうことで、何かしたいっていうんで6時から。捨てられる人参を救おうと、後藤さんが大学2年生の時に商品開発が始まりました。飛鳥さんは甘いもの好きなんですか？そうですね、甘いもの大好きで。研究室の先生と一緒にガレットや砂糖漬けなどいろいろ試しましたが、見た目が悪いなどの理由で商品化には至りませんでした。苦労の末たどり着いたのが人参のキャラメル。やっぱり色が綺麗ですね。いただきます。当時のレシピで再現したものを特別にいただきました。柔らかい。このミルクのコクと人参の甘みが合う。もう生キャラメル、こうとろっとしてますね。もともとあるキャラメルのレシピにどうやって人参を組み込むかとか、その使う分量とかもそうですけど、それを一から考えたので大変でした。ようやく完成と思われましたが、製造を担う菓子メーカーから夏場の温度管理や包装に手間がかかるとの意見が出て、商品化は見送られました。味はいいのに。その後、プロのパティシエの力を借りるなどして、さらなる改良を重ね、キャロメルバターが誕生。選手権では優しい味わいや地元の食材を使っていることなどが高く評価されました。聞いた時びっくりして何のことやろうと思って思ってたんですけど、なんか、信じられないぐらいびっくりしてます今学生とともに商品開発を進める四国大学短期大学部後藤月江准教授は、農家や民間の会社と一緒に商品開発することで地域の活性化にもつながると期待しています。学生はこれからの消費者にもなりますし、その若いアイデアでできたものがまた売れていけば、徳島を県外の方にも知っていただけるし、で徳島の県内の学生も、こんなものができるんだと知れれば、徳島で頑張ろうっていうふうにいい循環が起こるんじゃないかなというふうに、思っています。学生のアイデアから生まれたパンのお供には、捨てられる野菜を救いたいと思う優しさと、地域活性化への願いが詰まっていました。